の昇格層交艦で1862年にバージニア州リッチモンドのウィリアムグレイブスの造船所で寄港された。グレイブスは南部海軍の臨時造船艦であり、バージニアに最高責任者として建造の責任を負った。不足していた装甲板を節約するため、グレイブスはジョンポーターの当初の設計より放課部を短縮することを命じた。加えて。 う、各前面の走行圧は6インチとされたが、後部及び左右減速の走行圧は5インチに減らされた。砲角長が短縮されたため、関西方も11インチブルック格好法1問、8インチブルック市場法1問、6.4インチブルック市場法2問に減らされた。バージニアには、南軍の有名な走行艦である仙台バージニアの名前を引き継いだものである。 仙台バージニアはハンプトンドーズ海戦で成功を収めたが、これが南部に主として女性が主導する奉還協会の設立を促した。彼らの努力がバージニアにの建造を助けることとなった。宿女支援防衛協会のリッチモンド支部がバージニアにの建造費用を支援した。協会の会長はマリアがツキるクロプトンで1862年4月に リッチモンド防衛用の装甲艦建造の支援を行うことを可決している。バージニアにの建造費用のうち3万ドル以上が教会からの寄付によるものであった。このような機体の下での新装甲艦の機構であったが、工事は大きな遅れにさらされることとなった。機構後1年以上経過した1863年6月29日、バージニアにはようやく浸水した。 バージニアには、多くの慣習の完成の中、生き物であるかのように水上に滑り降りた。しかしながら、さらなる偽装の遅れがあり、収益したのは1年近く経った1864年5月18日であった。バージニアにはそれまでの CSS リッチモンドに代わって、ジェームズ・ガー艦隊の帰還となった。1864年6月21日、バージニアには、 ジョン・ミッチェル大将を司令官を務めるジェームズ側艦隊の機関としてトレントリーチでの北軍艦隊との戦闘に出撃した。しかしながら、側にいたリッチモンドから外れたチェーンがバージニアにのスクリューに絡まり、それ以降の戦闘には参加できなかった。8月13日にはダッチギャップの北軍艦隊攻撃に加わった。アセス・モーガスとその関西砲艦が攻撃をかけてきた。 法の操作がうまくいかなかったが、バージニアに,に2発の命中弾を与えている。8月17日には、シグナルヒルのダッシュ作戦に参加し、北軍防衛部隊に対し午後3時から午後9時まで、砲撃を加えた。9月29日から9月30日の、チャフィン農園の戦いで、ニューマーケットコーチとハリソン要塞が、北軍に奪われた。 9月30日から10月1日にかけて、バージニアに及び艦隊の残存関係は、陸軍と協力してハリソン要塞の再ダッシュを試みたが失敗した。これは、ジェームズ川北部においては、コールドハーバーの戦い以降の最大の戦闘であった。バージニアには、ドックに入って、新しい大砲を搭載している最中であったため、急いでドックを出たものの、 戦闘への参加は遅れた。補給艦ガレーゴがバージニア2のアンカーチェーンに絡まり、ガレーゴは沈没している。艦隊がジェームズ川を通常紹介中の10月22日、早朝、驚くべきことに北軍がコックスヒルの要塞化を完了していることが発見された。南軍の木造艦艇の撤退を助けるため、バージニア2は、 装甲艦2隻を伴って砲台に接近し、上流のチャフィンズブラフまでの撤退を成功させた。この間にバージニアニの煙突が敵弾で穴だらけになっている。遭遇戦ではなったが、この小さな戦闘は装甲艦の砲角が近接砲撃に対して有効であることを証明した。バージニアニの場合、百ポンド円錐型鉄鋼弾が七発命中しているが、 装甲板はわずかに傷ついた程度であった。12月7日、装甲艦、フレデリックスバーグとリッチモンドを伴って、バージニアにはトレントリーチ近くのブラディ要塞へ向けて出港した。日没前後から艦隊と要塞の間に砲撃戦が行われ、完全に暗くなるまでそれは続いた。バージニアにの最後の戦いは、 1865年1月23日から24日にかけてのトレントリーチの戦いであった。バージニアにリッチモンド及びフレデリックスバーグの3隻の装甲艦、5隻の小型木造艦から構成される南軍ジェームズ川艦隊は北軍によるトレントリーチの封鎖を破るため2度目の試みを実施したが失敗した。信頼すべき情報によると 雪解けの増水による流路ができていた。衝突の危険を避けるため、砲艦と補給艦は、装甲艦の原側に固定されていた。バージニアには、砲艦 CSS ナンズモンドと CSS トーピドを固定し、外装水雷艇 CSS スコーピオンを栄光していた。午後8時過ぎに、ブレーディ要塞の北軍の砲台を通過した後、バージニアには、 トーピドーに乗り上げてしまった。ナンズモンドの艦長は、バージニア2から艦を切り離し、トーピドーの行動の自由を取り戻そうとした。艦隊はそのまま航行し、トレントリーチの疎外物に到着した。ここでまた、バージニアにはトラブルが生じた。今回は座礁であった。小型艦が3時間にわたって、バージニア2を離証させようとした。 二隻のみがバージニアを助けることができた。残りの艦艇は座礁するかあるいは座礁した艦を助ける必要があった。夜明けになって艦隊のほぼ全艦艇が要塞から指認されると川の水位が上がって動けるようになるまでパーソンズ砲台からの砲撃に苦しむこととなった。バージニアが離礁可能な水位になった直後に北軍艦隊が到着し、さらに砲撃を加えてきた。 この砲撃はバージニア2にとってはるかに危険であった。砲塔に木を備えるモニター艦であるアセスを飲んだーガの砲弾はバージニア2の装甲を貫通することが可能であった。バージニア2及び残りの艦隊は北軍のダンツラー砲台の援護が得られる場所まで川上に向かって撤退した。艦隊は夜になって再び封鎖を突破しようとしたが、 北軍の兵士が大きな照明を設置して阻害物を照らしていた。このことと他のいくつかの要因のため、封鎖突破は諦めざるを得なかった。撤退にあたって、ハンプトンのスクリューがバージニア2のアンカーチェーンに絡まった。両艦は川上のブレーディ要塞からの激しい砲撃にさらされ、バージニア2は再び座礁したが、 どうにかチャフィンズ・ブラフに撤退することができた。バージニアの損害は、戦士が少なくとも6名、戦傷がも名以上であった。また艦そのものも大きな損害を受け、大規模な修理が必要であった。煙突は破壊され、エンジンは不調になり、装甲板及び、それを支える木製の基部も損傷していた。北軍の進撃は急であり、南軍はリッチモンドを放棄した。 4月3日、ラファエル・セメス提督により、ジェームズ側艦隊の艦艇に対して、路角を避けるための自沈が命令されたが、これはバージニア2の修理が完了した直後のことであった。戦争の終了後、着艇していたバージニア2は引き上げられた。